お待たせいたしました。これより基調講演へ移らせていただきます。防衛政策局長土道明宏より講演いたします。土道局長、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは。防衛政策局長の土道でございます。よろしくお願いいたします。本日は25分というお時間をいただきまして、新しい防衛計画の大綱について簡単にご説明をさせていただきます。の新しい防衛計画の大綱と中規模、昨年の12月の18日に策定をされました。この関係でございますけれども、この下のですね、この表を見ていただくと分かりやすいと思うんですけれども、我が国は国家安全保障戦略というものがございまして、外交政策、防衛政策を中心とした国家安全保障政策の基本方針を定めております。それを踏まえて防衛力のあり方や防衛力の水準を定めているのが防衛計画の大綱でございます。これはおおむね10年程度の期間を念頭にしてございます。そしてその目標水準を達成するために5カ年間の計画として中期防衛力整備計画を策定しております。でそれを踏まえて各年度の予算が作られると、こういう仕組みになってございます。この中期防衛力整備計画、現行の計画は平成26年度から平成30年度でございますので、ちょうど平成31年度から新しい中期防衛が始まるという年でございました。それに合わせて防衛局の大綱も見直すということになったわけでございます。なぜ5年間で大綱を策定したのかということでございます。先ほど大臣からもお話がありましたけれども、前の大綱平成25年に策定して5年間であったわけですけれども、その策定時に想定したよりも格段に早いスピードで厳しさと複雑性を増したということでございます。特に国家間のパワーバランスの変化、あるいはグレーゾーン事態、これは純然たる平時でも有事でもない、そういう事態のことを言っております。それが長期化しているということ、あるいは宇宙、サイバー、電磁波といった新しい領域の利用が急速に拡大したということでございます。また忘れてならないのは、写真の左側にございます北朝鮮でございますけれども、この5年間の間に40回に及ぶミサイルの発射を行い、また核搭載能力も持つに至ったのではないかと見られるに至りました。これらの大きな環境の変化があったところでございます。そこで防衛計画の大綱におきましては、冒頭に策定の趣旨というものが書かれてございます。前の大綱におきましては、実は国家安全保障戦略を踏まえて作成するといった程度の非常に素っ気ない内容でございましたけれども、今回はこの策定に対する我々の考え方というのを示しているところでございます。我が国は取り巻く安全保障環境が極めて速いスピードで変化していること、また我が国自身が国民の領域、主権、独立を主体的、自主的な努力によって守る体制を抜本的に強化する、そして自らが果たし得る役割の拡大を図っていくということ、またその強化にあたっては、従来の延長線上ではない、真に実効的な防衛力を構築するということ、特に宇宙、サイバー、電磁波といった新たな領域が死活的に重要となっておりますので、こうしたものを含めたすべての領域を横断的に連携させた新たな防衛力を構築するということ、そしてそれは従来とは抜本的に異なる速度で変革を図っていく必要があるということ。そしてこうした我が国が独立国家としての責任をしっかりと果たしていくことこそが、日米同盟の抑止力、対処力の強化であり、あるいは安全保障協力を戦略的に進めてきたの基盤になると、こういうふうに書かれてございます。ここで復元しますと、冷戦が終わった当時ではですね、この自主的な防衛努力というものと、日米同盟、あるいは多国間の安全保障協力というものというのは、どちらかというとトレードオフの関係になるのではないかと、そういう議論がございました。防衛努力をすれば同盟がいらなくなる、あるいは同盟があるのであれば防衛努力がいらないのではないか、そういうことでございます。ただ今回の大綱におきましては、この点が見事に両立していると、そういう考え方に立っているわけでございます。次に我が国を取り巻く安全保障環境についてでございます。今の安全保障環境の特徴でございますけれども、まず一つ大きなポイントは、多様な手段による国家間の競争が行われているということでございます。この写真、上の上段の真ん中の写真でございますが、これはスリランカのハンバントタ港の写真でございます。ここは2017年に債務の減額と引き換えに中国国有企業が
99年間の商業運営権を取得した、事実上自分のものとしたということでございます。こうした形で経済活動で一体となって海外への展開が進んでいる。あるいは一番右の写真でございます。これはクリミアに現れた不明の部隊でございます。これは下のグレーゾーンは先ほど説明しましたけれども、その下にハイブリッド船というふうに書いてございますけれども、ハイブリッドカーというのは電気とそれから石油を両方使うというそういう車でございます。ハイブリッド船というのは正規軍それから非正規軍、軍事と非軍事ですかね、軍事と非軍事を両方使う、そういうものでございます。特に軍事に関しては隠密裏に行う軍事、こういうものを使うことによって全体として武力行使をしたのかしないのか、それの認定が非常に難しいと、そういったものを特に我々ハイブリッド戦というふうに呼んでございます。この2014年のクリミア、ロシアが最終的には併合したわけでございますけれども、この時当初は、クリミアにいる反政府勢力の蜂起であると、こういうふうに考えられておりました。ところがいつの間にか、こうしたよくわからない人たちがやってきて、そもそもどうしてここに来ることができたのかということでございます。これもいろんな分析がなされて定かではないんでありますけれども、その過程においてサイバー攻撃を行うことによって監視カメラを使えなくしたとか、あるいはいろんな電子戦を行って通信を妨害したとか、あるいは情報戦を行う、あるいは心理戦でありますか、ウクライナという国はこんなひどいことをやっているということを情報を流してフェイクニュースで流していくと、そういったこととか、そんなことをやりながらいつの間にかクリミアは占拠されていたということでございます。こうしたことに対して NATO は手の打ちようがなかったということから、このハイブリッド戦にどう対応するかというのは今大きな課題になっているところであります。次にもう一つのポイントは軍事技術の進展でございます。軍事的優位の獲得という観点からはゲームチェンジャー、すなわち戦い方を一変させるような、そうした最先端の技術開発が重要でございまして、各国ともそれに注力をしております。その一例でありますが、左下UAV 無人機を使いまして、これをですねスワームという群れのように使うと、こういったことであったりとか、あるいはその左から2つ目 HGV、 これは極超音速で飛ぶグライダー、グライディングなので、滑空をする、そういった飛翔体でございます。これは弾道弾のように弾道飛翔をしませんで、大気中をマッハ5以上で飛ぶと、そういうものでありまして、ロシアや中国が開発していると言われております。これによって弾道ミサイルの防衛網をくぐり抜けることができるというふうに言われてございます。また宇宙の分野、宇宙というのは今軍事分野では書くことはできません。我々の生活においても書くことができないところであります。通信であったり情報収集であったり、また GPS であったり不可欠な要素でございますけれども、これを破壊するというようなこと、こういったことが数年のうちには可能行われるのではないか、あるいはサイバー、これも軍事の中ではネットワークは不可欠でございますが、これをサイバー攻撃によって攻撃をするということ、あるいは電磁波、これは例えば通信でありレーダーであり、これは電磁波を使っているわけでありますけれども、これを妨害をするといったこと、先ほど言いましたようにウクライナにおけるハイブリッド戦におきましてもこうしたものが使われたと言われております。また右側ではゲームチェンジャー技術としては UAV やあるいは人工知能、さらに先ほど言いました極超音速兵器や高出力レーザー兵器、これは、SF の世界でレーザーを当てて落とすというようなものでございますけれども、これが実用間近になっております。これが実現しますと弾の心配がなく電気が続く限り撃ち落とすことができると、そういった意味でゲームチェンジャーとなりうるというふうに言われているところであります。で、我が国周辺には質量に優れた軍事力を有する国家が集中をしているということでございまして、軍事活動の活発化の傾向が見られます。特に真ん中の地図を見ていただきますとちょっと小さいかもしれませんが、このちょうど沖縄からですねの列島線のところ、赤い矢印が左から右の方に出てまいっております。これは中国が最近大陸からこの列島線を越えて太平洋側に進出しているということを表しております。右下のグラフを見ていただきますと、この沖縄と宮古島の間の通過をした回数につきましては、16年まで数回であったものが17年には18回に増えているということで、このように太平洋に出ていく能力というものを我が国の周辺国が持っていると。またロシアにつきましても最近日本を周回する飛行というのを復活させてきているところでございます。
各国の動向については大綱ではこのように書いてございます。まず最初に書いてあるのが米国、同盟国である米国でございます。まあ、全領域での軍事的優位の維持や核抑止の強化、同盟国やパートナー国との連携を強化している。中国については透明性を欠いたままの増強を行われていて、安全保障上の強い懸念となっている。このグラフは中国の国防費を表したものでございます。一番右端が2019年、ちょっと字が小さいんですけども、日本円で約20兆円であります。日本の防衛費の約4倍。これのグラフを見て、一番左の方の方に1989年が赤い字で書いてあるんですけれども、つまりこれは平成の30年間で中国の国防費は48倍のことになったと。まあ、日本はこの間 1.4 倍ぐらいでしょうか。まあ、このようなことになってございます。右側北朝鮮でございます。先ほど言いましたような弾道ミサイル核能力を上げが増強しておりまして、米朝会談にかかわらず、この本質的な変化はございません。我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威と考えております。またロシアは核戦力を中心とした取り組みを進めております。また北方領土を含む極東においても軍事活動を活発化させているところでございます。我が国の防衛の基本方針につきましては、ここでは専守防衛との基本方針は変わらないわけですけれども、この大綱では目標と手段を、これをはっきりさせたところが特徴でございます。目標は3つ。我が国にとって望ましい安全保障環境を作り出す。2点目に脅威を抑止する。3点目にその脅威に対処し、かつ被害を最小化するということでございます。それを達成する手段として3つ。我が国自身の防衛と日米同盟と安全保障協力でございます。そしてこの我が国自身の防衛体制の強化につきましては、まあ、主体的自主的に強化していくと、その目標について多次元統合防衛力という名称をつけております。ちょっとたくさん書いてあって恐縮なんですが、多次元統合防衛力とはという、その下のコラムの2段落目のところの丸1でありますけれども、まあ、全ての領域における能力を有機的に融合する。その相乗効果で能力を増幅させる。これをクロスドメイン、まあ、日本語で訳して領域横断とこういうふうに言っております。ドメイン、領域をクロスする、領域を横断する、そういった作戦によって、我々の能力を劣勢である場合にもそれを克服していくと、まあ、こういった発想でございます。そして防衛力が果たすべき役割として、平素からさまざまな役割をシームレス、複合的に果たしていく、切れ目なく果たしていくということを書いてございます。平時からグレーゾーンへの事態、島嶼部を含む我が国に対する攻撃への対応、そして宇宙、サイバー、電磁波の領域での対応、大規模災害、そして日米同盟や安全保障協力の推進にも役に立つと、こういった防衛力であるべきだと、こういう考え方が示されております。また日米同盟に関しましては、その中心になるのは抑止力、対処力の強化でございます。そしてまた幅広い分野での協力を推進しようとしております。海洋分野等によって能力構築支援と書いてございます。これは他の国の能力を構築する、育てることによって手助け、それを手助けしていくということでございます。まあ、これによって例えば監視能力を他の国が持ってくれれば、その分我々の力はそれに任せていいということになるわけでございます。まあ、そうした支援を行っていこうということ、あるいは人道支援、災害救援や海賊対処、こうしたことでも日米共同で対処していこう。また大事なことは在日米軍駐留に関して、その駐留を安定的に支えるということ、また再編を進めて抑止力を維持しながら地元の負担を軽減していく、こうした方策について書いてございます。安全保障協力の強化という点につきましては、自由で開かれたインド太平洋とビジョンを踏まえて各種の施策をやっていこうということでございます。その意味で今回の大綱におきましては、オーストラリア、インド、こうした国について非常に多くの分量が割かれて記述させているところでございます。またグローバルな課題につきましても、海洋や宇宙、サイバー、軍縮拡散、国際平和協力活動など、こういったところに取り組んでいこうと。特に海洋安全保障につきましても、インド太平洋地域の沿岸国自身の能力の向上にするということ、では国際平和協力活動におきましても自らも取り組むとともに、参加国の能力構築を支援していく、こういった考え方でございます。防衛力強化にあたっての優先事項についても記述をしてございます。これは安全保障環境の変化に対応するために、特に優先すべき事項を可能な限り早く強化しようという考え方でございます。その一番目が領域横断作戦に必要な能力ということで、宇宙、サイバー、電磁波の領域についての記述でございます。
宇宙につきましては、先ほど言いました情報収集や通信や GPS など、まあ、こうした能力、そして宇宙の状況を地上や宇宙から監視をする、一体何が行われているのか、それからさらに相手方の指揮統制や情報通信を妨げること、こういうことも必要になるだろうという考えであります。まあ、サイバーにつきましては、常属的な監視を行う、また被害を極限し、被害を復旧する、さらに何かあったとき、相手方によるサイバー空間の利用を妨げる、まあ、こういったことも必要になるだろうと考えております。電磁波におきましては、情報通信や電磁波に関する情報収集、分析をしておくことが重要でございます。そして相手から妨害を受けたときには、その効果を極限する。まあ、他方で、我々が相手から侵攻を受けたときには、その相手方のレーダーの利用や通信と無力化する、そういった能力を備えていこうと考えております。次に防衛力強化にあたっての優先事項として、新たな領域と並んで従来の領域についても記述をしてございます。これはもちろん、新たな領域だけで戦えるものではございません。こうした陸海空、こうした領域と一体となって効果的に能力を発揮する。そしてまたその際、広報分野も含めて持続性や強靭性も強化していく必要があるという考え方でございます。その従来の領域では何より海空領域における能力をまず書いてございます。そして総合ミサイル防空といいまして、ミサイル防衛とそれから巡航ミサイルや航空に対する防空、これを各種装備を一体的に運用する、そういう体制を構築していこうとしております。またスタンドオフ防衛、これはスタンドオフというのは離れているという意味でございますけれども、脅威の外から離れて対処できる、まあ、そういった能力という意味でスタンドオフのミサイル、あるいは地対艦や地対地のミサイル、そういったものを開発したり装備しようとしております。また機動展開能力や、そして持続性強靭性という点では、弾薬燃料はもちろんでありますけれども、運用の基盤を分散させたり復旧したり代替したり、あるいは装備品の稼働率を上げたりと、こうしたことも最終的には持続性や強靭性につながるものということで重視をしております。合わせて防衛力の中心的な構成要素の強化ということで、その胃の一番に書いているのが人的基盤の強化でございます。まあ、人的基盤、これはもちろん、先ほど言いました強靭性や持続性という観点からも重要な分野でございますけれども、最近は少子化の中でこの自衛隊の人材確保は非常に難しくなっております。それにどう取り組んでいくかということがいろいろと書いてございます。一つはその人材確保のためのいろんな制度面での取り組みの強化でありますが、一方におきましては技術革新の成果を活用して無人化や省人化を進めていく、また生活勤務環境の改善、働き方改革などによって魅力化していく、そういったことを、それは処遇の向上等も図っていくということが書かれてございます。装備体系の見直し、技術基盤の強化など、これも選択と集中によって重点的な投資を行うということが重要だという考え方でございます。またさらに装備調達につきましては、質量を十分に確保するためには徹底したコストの管理や抑制が必要でございます。そういう意味で長期契約を含むまとめ買いを行うことや、企業間競争の促進、あるいは国際共同開発、海外移転、 AM 調達につきましても合理化を進めていく、こうしたことが重視されております。合わせて産業基盤を強靭化していくこと、さらに情報機能の強化をしていくことについても記載がございます。いろいろと述べてまいりました。この大綱の中で一番実は耳目を集めておりますのが出雲型護衛艦の改修でございます。今持っております艦艇、出雲型のこの右下の護衛艦でありますけれども、この艦艇からストブル機、短距離で離陸をして垂直で離陸できる、そういう航空機を運用できるようにしよう、そういった考え方でございます。先ほど言いました太平洋空域における活動の活発化に対応するために、その左側の地図にありますように、実は自衛隊が持っている長い滑走路というのは硫黄島にしか、硫黄島にしかございません。こうした中でどうやって対応していくかということでございます。また国土が狭隘で長い滑走路の飛行場は実はそんなに多くはないということから、この短距離離陸、垂直着陸、こうしたことができる航空機は有用だと考えております。それをさらにこの艦艇から運用できれば、実際の防空体制の強化にもつながりますし、またオルタナティブを確保できるという意味で自衛隊の安全の確保にもつながると、そういう考え方でございます。他方でこの出雲型護衛艦、多機能な護衛艦でございまして、医療や指揮中枢、さまざまな機能を持っておりまして、この機能は引き続き維持をしていきたい、こうしたものの中の一つとして航空機の運用機能が加わると、そういう考え方でございます。そして戦闘機体系の構築についてでございます。
この下のちょっとグラフといいますか、これを見ていただきますと、今私ども持っております戦闘機といいますのは、まあ、古いものから F4、F15、F2 とあるわけでございます。F4 はこれは2020年までに退役をいたしますので、今 F35 という第5世代のステルス機に換装しております。今42機の整備を予定しているところでございます。そして F15 につきましては2種類のものがございまして、新しく取得したものについては近代化をされております。さらにそれは能力の向上が可能ということで、これを能力向上してスタンドオフミサイルなども搭載できるようにして活用していくということでございます。一方でこの古いものについては今もすでに非近代化、近代化できないでいるものでございまして、これは能力向上ができませんので、新しい航空機、具体的に F35 やストブル機に変えていこうということでございます。その結果、先ほどの F35A42機と合わせまして、全体で F35A またはストブル機合わせて147機という体制になります。最後に下の一番下の F2 でございます。これはまだ使えるのでありますけれども、15年後ぐらいから退役が始まると見込まれております。したがってその後の将来戦闘機というものについて考えていかなければなりません。これは15年後以降どういう航空機が必要かというのはなかなか今の段階で見通すのは困難ではありますけれども、まあ、今の5世代機よりもさらに能力の高いものが求められると考えておりますので、国際協力を視野に我が国主導の開発を行っていこうと、それを早期に着手したいと、まあ、そういう考え方でございます。最後に防衛力を支える要素について記述がございます。防衛力の進化を発揮するため、まあ、いろんな要素として例えば訓練演習も重要でございます。また衛生、これは隊員の生命を守るという観点から医療構想体制は非常に重要でございまして、この点についても言及がございます。また我々の基盤を支えていただける地域コミュニティとの連携、そして防衛研究所などの研究など知的基盤、こういったところの強化も重要でございます。一番最後のページに対抗の別表というものがございます。防衛機構の対抗ではこういう形で自衛隊の主な骨格といいますか部隊やその体制を示しているところでございます。左側がこれまでの対抗、右側が新しい対抗でございまして、一番違うところは一番上のところに共同の部隊というのが書かれたところでございます。共同の部隊、陸海空ではない共同の部隊、いわゆる統合部隊としてサイバー防衛部隊と海上輸送部隊を持つと、こういうふうになってございます。また陸海空の中で言いますと、例えば陸上自衛隊では高速滑空弾の部隊や、あるいは弾道ミサイルのイージスアシュアーの部隊でございます。まあ、これの設置を予定しております。また海上自衛隊では東シナ海等での警戒に当たるために護衛艦ではなかなか回りきらないということで、小型の哨戒艦、これを12隻入れることにしております。また航空自衛隊では宇宙領域を監視するものを中心としたそういった専門部隊、そしてグローバルホークの無人機部隊、この創設予定しているところでございます。まあ、このように新しい防衛計画の対抗では、まあ、これまでの統合機動防衛力をさらに発展させた形として、宇宙、サイバー、電磁波、まあ、こうした新しい領域と組み合わせた多次元統合防衛力を構築し、それを主体的に構築していこうという考え方でございます。それによって日米同盟や安全保障協力をさらに進めていくと、そういう考えに立っているところでございます。皆さんのご理解に役立てば何よりでございます。ありがとうございました。土道学長、ありがとうございました。